暇がありませんの。心の声がその鼓動から伝わってきましたわ。私についてたくさん聞きたいことがあるんでしょ。でも今は目の前の怪物たちに集中しましょう。さあご覧なさい、この華麗なる演出を。心の言葉を聞かせる。いいわよ。何か拾ってしまったわ。お静かに。急がせないで。さあご覧なさい、この華麗な演出。いいわよ。これで静かになります。消え失せなさい。隊長さん、もう出てきてもよろしくてよ。大丈夫ですよ、すぐに治りますから。言えよ。もちろん言葉にも制限がありますわ。何でも直せるわけじゃないの。何か聞こえませんこと。彼です、彼の声です。彼の声よ。何も聞こえませんの。 あなたの鼓動や周りの人の声が彼の声を遮ってしまうわ。騒がしい、騒がしいの。あなたたち、もう少しお静かにできませんの。し、お静かになさい。最愛の人よ、ここにいるよ。そこですか。どこですか。一体どこなのですか。お声が聞こえましたのに。しつこいですわ。ついてこないでください。私のフィアンセです。言わないで、何が聞きたいのか分かっていますわ。彼は死にました。この目で彼が崩れ落ちた屋根に体を潰されるのを見ましたわ。永遠に忘れられませんの。でも
あれは確かに彼の声でした。奥さん、出来たてのパンはいかがでしょうか。マイロリー。これは私が一番嫌いなパンです。これは彼が一番好きだったパンですの。一緒にいた頃、私が一度このパンが美味しいと言った時から、私に会うたび毎回同じパンを買ってきてくれるようになった。腹が立ちましたわ。ですから私の好きな食べ物をすべて言いました。次にお会いした時、私が話したものを全部持ってきてくれましたの。大きな袋が2つ、とても目立っていましたわ。とても不器用な方でも、そこが好きでした。愛しているから聞き間違えたりなどしませんわ。あれは絶対に彼です。彼の声と全く一緒です。最愛の人よ。あ、聞こえましたか。今の彼の声を。こっちにおいで、私の最愛の人よ。あそこです。どうして逃げたのでしょうか。誰も私に幻聴を聞かせることなどできませんわ。あなたが聞こえなかったのは鈍すぎるからです。きっとあそこです。きっと見つけますから。きっと。超得意だよ。誰を探すの。彼はもうとっくに死んだんじゃ。あれは悲劇だったの。ブラックゲート事件当時、フローラさんは彼と結婚式場の下見をしていて、そう、結婚する予定だった。そう、結婚する予定だった。そしたら建物が崩れて、フィアンセは崩れ落ちた屋根の下敷きになり、出血多量で亡くなった。あの時のフローラさんはすでに人気使いの力を手に入れていたけど、いくら言霊の力を使ってもフィアンセは生き返らなかった。その時からフローラさんは人が変わったようになった。フィアンセだったら顔と声を知ってる。でも見つけられてもそれが同じ人だという保証はない。その人を探すように言ったから、すぐにわかるよ。見つけたわ。でもあの声は人間のものじゃないわ。
ンスター、ブラックゲートから出てきた異界の怪物の一種だわ。ずっと待っていたのに来てくれなかった。どうして君だけが生き延びた？どうして私だけが生き延びたのでしょうか？ずっと一緒にいると言ったじゃないか。ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい。教えてくださって本来ならお礼を申し上げるべきです。でもごめんなさい、私は。騙されてもいいの、お声だけでもいいの。夢なら目が覚めないでほしい。いますのよね。いるのでしたらお願いですから返事をしてください。あなたがいなければ私には生きる意味がありません。毎日生ける屍のようにただ息をしているだけ、ただそれだけです。この世界や自分を呪ったのは一度や二度ではありません。どうして私だけが生き延びたのです？どうして私が死ぬ運命じゃなかったのですか？愛しています。全身全霊で彼を愛しています。彼が死んだとしても怨霊になったとしても私を殺そうとしてもいいわ。本物ではないと分かっていますわ。でも嘘でもいい。この苦しみから解放されるなら。分かっています。分かっていますわ。でも本当に恋しくてたまらないのです。あなたの鼓動、やかましいですわね。真心、愛情、どうしてあなたにそのような純粋な心が、どうして彼とこんなに似てるのですか？もしかして今は夢の中なのでしょうか？ではこれからもあの声の持ち主を探しましょう。手分けして探しましょう。
なるほど。変異型のモンスターは特殊能力を持つものが多い。このモンスターの能力は相手の記憶を読み取り、戦闘で優位に立つことですね。そうです。しかも奴は本能的に敵を誘っているだけであって、何をしているかの自覚はありません。最後に別れてからずっともう一度会いたかった。愛している。さあ最愛の人よ、ずっと一緒にいよう。他の人のことはいい、君が愛しているのは私だろう。さあおいで。私行けません。え、本当に不甲斐ないわね。ずっと一緒にいると言ったのに、私にはあなたと共にこの世界に別れを告げる勇気がないの。そちらには行けません。約束しましたから。それは頑張って幸せになることです。頑張って彼だと信じようとしましたが、でもやはり違いました。美しい夢を見ていましたわ。ごめんなさい、あなた。ごめんなさい。何？そんなバカな！やだ！最愛の人よ、愛しているんだよ。この声を聞いて、僕だ！愛しているんだ！私もあなたを愛していますわ。ですから、もう消えてください。来たのね。心配しないでください。知っていますわ、夢だったってことは。過去の私なら抜け出せなかったことでしょう。でもあなたが私を変えてくださいました。そうでなければ私は彼のことを思い続け、永遠にここに居続けたことでしょう。私が死ぬまで、あるいはこの世界が滅びるまで。相変わらず騒がしいわね。その鼓動、考え事、すべてうるさいんですのよ。思いやり、同情、理解、愛、あなたの鼓動には多くの感情が入りすぎています。ですから少しお静かになさい。あの、お二人さん、何かお忘れではありませんか？恋バナはいいから、私への調査報告書、まだ？